ハイドウモサックです。今回はこちらの115系の懐かしの新潟色こちらを加工していきたいと思います。加工していく順番はもう前回のヤヒコ色と全然違うやり方ではあるんですが、穴あけしてから取り付けるものなんですけども、こちらの トミックスの,あの標準的なね、アンテナ類のパーツの中のホイッスル。これをですね、取り付ける穴と、で、これはもう僕は独自にやってる、え加藤のアッシーパーツのジャンパー線 KE76 から、このホース3つを付けていくという作業から始めていきます。でこのホイッスルなんですけども、 この縦の穴2本これは0 5ミリの切りで開けていきます。こ方向の穴は開けないようにしましょうこれぐらいのバリだったら手でこのように取って。 もう一回反対からドリルを刺すとバリはきれいに取れますではこのトミックスに標準的に入っている付属パーツからホイッスルを切り出してつけていきます多分もう115系の加工を見ていただいている方だったらあのすぐ分かると思うんですけど このランナーにチグがついているので、この細長い溝に、このように差し込んで、これ多分117系とかの時も、これやってたと思います。これで、上から被したらこれ落ちてくるので、もうこいつを下にして、屋根を反対向けてこうつけます。これの方が、 落ちないいと思います反対にするとまあ位置決めはしやすいんですがここから落ちて見つけれなくなる可能性がありますのでこっちの方が多分落ちずに、えー、何事もなくつけれると思いますこんな感じですね。 はい、お次にですね、えー、ジャンパーンの K76 というランナー、加藤のアッシーなんですけど、これを持ってきました。これのホースですね。これを切り出して、これですね、クモハ115の1079番の、ここにつけていく作業です。0.5に1回収める、0.7を出します。 大体大体でいくんですけどこのステップの本当に一番端ぐらい大体一番端ぐらいでこの車体の裾よりもちょっと上ぐらい印を入れてそれをめがけていってしまうとどうしても。 車体裾に落ち込んでしまって全然あの穴という穴に <laughs> ならないからですでいつもこのようにもう大体で言ってますこれでですね、えー、3本穴が開きましたでこれで一回ちょっとあの削りかすだけ取ります で、せっかくなんで、もうそのまま、このままの状態で作業を行って、えー、塗装作業とか、あとはインレタ針とかに備えて、まあこのまま外した状態で作業します。 あ,あはい今日はなんかすんなり <laughs>。 入ったんですが、このようになります。塗装作業、いっちゃいましょう。塗装は、ええー、この、この色ですね。多分、このマルーンったら、なんとか、ごまかせるかな。もう、ここのジャンパー線、ホースの、 根元のとこだけなんで多分この、これめっちゃ汚いな。小豆色。これだったら多分大丈夫かな。うわ、いつも塗ってる、えー、金鉄のこの塗装。これが多分一緒っぽいので、ちょっとこっちの方が小豆きついかもしれないですけど、金鉄のこの塗装で、この根元ならなんとかわかんないかなと思います。ここ。 塗っていきたいと思いと多分これだったら大丈夫でしょうねああ大丈夫ですねパッチ紙の色でしたね <laughs> はいじゃあ 大体まず表面にこのようにねびしゃって塗ってから側面からこういうふうに塗ってますで反対向けてこのホロ枠側も側面こういう感じでしょうかね フースに関してはこれが乾いてからあのつや消しブラックを塗ります。次はつや消しブラックを塗装します。つや消しブラック塗る場所はですね貫通ホロの、えー、前のゴムパッキンの部分なので、えー、これはあの前回に紹介したグリーンマックスの貫通ホロパーツですね。 これの前面にゴムパッキンという意味で黒を塗装します。艶消しブラックはこれミスターカラーの水性ホビーカラーですね。これの H12 を使ってます。まあ、こういう部分ってエナメル塗料とかの方がいいかもしれないですけど安くてメンテナンスが簡単な水性カラーを使います。 まあ塗った後に、えー、クリアの保護スプレーとかで拭いてもいいんですが、そこまでする必要はないと思います。トミックスとかのウレタンのケースに入れてたら大体、えー、剥がれることはないと思います。 でね、えー、ホロの前面のパッキンを再現しますじゃあ次にこっちに先ほど取り付けたジャンパーホースこれの塗装です 次にこの屋根の滑り止めのグレーの塗装です。ここ,こ,こをえできるだけこすっておくことが大事ですね。 感じでしょうかねでは一回剥がしますあ思った以上に、えー、きれいにできましたはいえっとこれでアンテナ付近の、えー、滑り止め塗装完了です そしてこれで乾いたら加藤のアッシーの115系用の列車無線アンテナをここに近づけしていきます今回はちょっと時間の都合でここまでの作業とはなるんですが次回以降はもうインデータ貼り付けをしてもう完成の報告の方に移りたいなと考えてますというわけで今回は トミックス115系の懐かしの新潟色 N40 編成のちょっと細かい作業の紹介でした。画面の平べでタップすることでチャンネル登録できますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また高評価やツイッターのフォローもお願いいたします。